皆様こんにちは。ハンパスアートのいろはです。今日はハンパスアートでさつまいもを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にさつまいもと葉っぱの下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにカットしておきます。それではさつまいもの皮の部分から描いていきたいと思います。あらかじめ必要な色を白いパレット用の紙の上に茶こしで削って準備しています。赤色や青色、クリーム色、オレンジ色、黄緑色、緑色などを削っています。こちらの皮の部分だけを切り抜いた型を合わせて動かないようにテープで固定します。コットンを四つ折りにしてパレットから青色と赤色を混ぜた色を塗っていきます。色を塗ることができたら、こちらの小さい方の皮の部分を切り抜いた型で隠しておきます。で、断面の部分を切り抜いて色を入れていきます。で、こちらに色を入れていきます。で、パレットからクリーム色やオレンジ色、赤色などを取って塗っていきます。続いて葉っぱを描いていきます。葉っぱの型を好きなところに合わせて内側に色を入れていきます。さつまいもにかかる部分は消しゴムで消してから色を入れます。葉っぱを描くことができました。背景に色を入れていきます。色鉛筆で茎を描いていきます。さつまいもに顔を描いていきます。ほっぺに当たる部分に赤色を入れていきます。黒ペンで目を描いていきます。白ペンでツヤと光を入れていきます。色鉛筆でくぼみを描いていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでさつまいもの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。